ちは。こんにちは、ゆたかさん、はい。まあ、シーズンが終わりに近づくにつれ、はい、ちょっと寂しいニュースも。そうだな、うん、俺の涙をもらおうと思うんだったら、うん、もうちょっと後じゃないと。今佳境だからね、いろいろなものは。そうですよね、これから CS とか。そうです、ちょっと残念な、俺の涙が見れない、残念な動画になるかもわからない。いやいやいや、でもファンの中での、はい、やっぱ涙のやっぱりこの時期になると引退という二文字が出てきますけれども、 はい、その中でいち早く中日の4選手が引退を発表しました、はい、まずは堂上直道選手、ねえ、はい、まあ、直道はお兄ちゃんもいてね、はい、まあ、お兄ちゃんの方がいち早く、はい、まあ、引退を決意して辞めてて、うん、でお父さんと対戦したことがあるんだよね。お父様がもうプロ野球選手のピッチャーの方だったんだけど、はい、中日のね、はい、でもその同じ中日に、うん、まあ、小さい頃から憧れてたと思うんだけどね、愛工大名電からですね。まあまあそうだね、まあ、それで親父のいた球団に入団ができて、うん、はい、まあ、お父さんも夢があっただろうし、うん、で息子の夢もあっただろうし、中日に入るというね、はい、で強豪になったんだよね、巨人と。そうでしたね、坂本で中日が引き当てて、はい、でその外れ1位が坂本勇人という、はい、ちょっと辛いよな。いや、まあ結果を見るとね、まあちょっとね、結果を見ると辛いかもわからないけども、うん、でもやっぱこう親子というか、はい、まあ、そういう夢を達成したというね、はい、まあ、非常に好青年でね、本当に一生懸命やる子 で特に特徴があったのはスローイングがやっぱいい。やっぱ親父仕込みなんだと思うよ。やっぱね、プロ野球選手の親父を持つと、はい、やっぱキャッチボールだけは絶対大切にさせたと思うんだよ、はい、本当に基本だし、うん、だからそういう意味ではスローイングが良くて、で辻、まあ、西武のね、はい、監督が元中日の守備走塁コーチだった時に、で話をした時にね、いや直道をちょっと使いたいんだよねって、うん、でも直道しかショートできる子いなくてさみたいな、はい、あの子はもうとにかく取ったら安心だからって、本当にスローイングのいい子だからって、うん、で期待もしてたけどもね、うん、いかんせんちょっとバッティングの方がな、パワーもありながらこう結局なんかつかめなかったなという ね、 うん、そうなんですね、感じがしてちょっともったいないな、まあ、34歳通算1003試合で打率は2割2分5厘ホームラン34本ということで、はい、ね、思ったより活躍ができなかったかな。そうですね、うん、でもドラフト1位でもっとできたはずなんだけどもね、うん、なんかこうちょっと違ったんだろうな。まあね、一時本当にスタメンで出てた時期もあったんですけども、まあ、もちろんね、やっぱり近年はその若返りとかっていうのも含めて、はい、なかなかやっぱり出場機会がなくなってきたっていうところですよね、まあ、 そうですね、はいはい、それから福田信正選手です。三鷹さんはどういう選手？まあ、横浜でね、小さい頃、はい、ちょっと噂があって福田というのがすごいのがいると。それはなぜかというと、その後輩に近所で教えてた子がいたんだよね、はい、でその子がやっぱ福田っていうのがいてみたいな、うん、ネットを超えていくんですよみたいな、福田ネットみたいなのがあって、超えていくからネットを作ったというね、はい、で物がもうバケモンみたいな選手だったらしいよ。あ、そうなんですね。で横浜高校に進学をして、はい、まあ、キャプテンもやり、うん、まあ、甲子園にも導いてたんだけどもね、特徴的には、まあ、キャッチャーがなかなかこう板につかなかったというかね、ポジションキャッチャーだったんだけど、うん、ポジションがファーストに行ったりだとか、まあ、サードもやったことあるし、まあ、外野もやったことあるかな、はい、なかなかポジションが決まらなくて、だけど特徴的にはやっぱパンチ力のある勝負強いバッターだったよ。だから俺は好きな選手の一人でね、はい、まあ、球場に行くと、まあ、必ずその横浜つながりっていうこともあったりとかして、はい、まあ、挨拶に来てくれてね、まあ、可愛い、まあ、後輩みたいな、まあ、選手だったけどね。うん、まあ、今シーズンもね、代打だったりとかでちょこちょこっと出たりとか、ね、なんか性格的に硬いんだよね、実直というかさ、遊びがね、真面目、クソ真面目みたいな、そうじゃんみたいな、もう硬いよみたいなそんな感じで、もうバッティングもこんなカッチカチやな、ね、もうちょっと、まあ、リラックスで構えられるの性格は出てるんでしょうね。でもね、すごく人のいい子でね、はい、まあ、第二の人生でもその性格がね、うん、生きてくると思うけどね、俺はね、そう信じたいですよね。 そうだね。それから、はい、大野翔太捕手です、はい、もともと日本ハムファイターズ
から中日に来て、まあそうだな、はい、で実はあの日ハムの宮西投手と宮西さんと奥様同士が姉妹なので義理の兄弟に当たるということで、ちょっとプチ情報になるんですけれどもそれがどうしたって話、どうしたって話なんですけど、まあ、まあまあね日本ハム時代は本当によくやってたし、強い時期を支えてたキャッチャーの一人としてね、はい、まあ、FA で移籍できるぐらいのキャッチャーだったからね、はい、ただまあ中日に行ってからはそんなにね出場機会を与えられずに、はい、ちょっとくすんでたけどもね、はい、ただその技術的なこととかリード面とか、はい、そういうのはしぶといものがあったりとかね、いろいろしたけどもね、引退なんだね。そうですね、まあ、36歳というところまで、まあ、年齢まあそうだな、ね、でも36歳だったらなんかこうキャッチャーとして味が出てくる頃かなっていうふうにも思うしね、だからちょっともったいないような感じですよね。そうですね、うん、そして4人目が谷本圭介投手、38歳、はいはい、谷本はね本当に高めにいかなかったピッチャーなんだよ。お前よくそんな小さい体でよく頑張ってんなって言って、うん、もっと言ってください、もっと言ってくださいって褒められるのが好きだった。あ、そうなんですね。そう、その代わりあの中日行ったらね、はい、やっぱマウンドの傾斜が違うんだろうね、うん、パ・リーグでは使わないマウンドだし、はい、最初の方はこう高めに行ってちょっとやっぱそこら辺で打たれたりとかして、うん、中日のマウンドってものすごくピッチャー陣は走り込ましてるから、はい、下半身が強くないと高めに行っちゃうんだよね。削ってもらえって言ったことあるんだけど慣れなくて本当に制球力のいい、うん、中日から今年山本っていうのがね日本ハムに行ったけど、はい、ああいう同じようなタイプだったね。あの似てますね。あ、小気味いいしね、はい、あのまっすぐのキレも良くて、うん、まあ、キレで勝負する、うん、まあ、どんなピンチでもなんか動じないというかね、はい、まあ、そんな感じのピッチャーだったな。そうですね、うん、ちょっとプロフィールは谷本選手入団テストを受けた上で2008年のドラフト7位で日本ハムに入団して、うん、2015年が自己最多61試合に登板、うん、で主に中継ぎとして3度のリーグ優勝に貢献。そうだよ、すごいですよね、うん、で2016年の広島との日本シリーズでは第6戦の9回に登板して胴上げ投手にも、そうだよ、そうなって2017年7月に金銭トレードで中日に移籍したと。そうそうそう、うん、まあ、胴上げ投手になったのはやっぱあんまりあの大きい人は胴上げやめとこっつって谷本になったらしいあ、そうなんですか。ここからだし、ちっちゃいのこうやって綺麗に中に、嘘だよそれは、嘘だけど嘘だけど、でもまあ愛されキャラだったよな。どんな場面でも何一つ文句言わずに言ってくれたような、うん、まあそんなピッチャーだったよね。そうですね、うん、まあ、ね、中日のこの4名の選手がちょっとこの時期にまあ、引退表明となって、まあ、中日は今若返りを図るという意味でも、もちろんそうだね、はい、まあ、ドローエの人の良さとか、うん、まあ、スローイングの良さ、これなぜスローイングがいいかっていうこともやっぱ中日の選手に伝えてほしいし、はい、でなぜその福田が勝負強かったか、うん、そういうのはやっぱこう伝統としてね伝えていってほしいしね。で谷本はどうしたらこう低めに行くかっていうね、うん、まあ、そういうノウハウも持ってるだろうし、いいものをこう残していってくれたら、まあ、大野ももちろんそのリード面だとかそのピッチャー の引き立つようにどういうふうにリードしたらいいのかというか、まあ、そういうことをこう伝統として残してね、いってくれるといいし、またそのいずれかはね中日に戻ってきて、まあ、幹部候補生として、はい、まあ、頑張ってほしいなというふうには思うけどもね。そうですね、早かったな、ちょっとな、ちょっとそうですね、もうちょっと後なのかな。まだこのニュースで俺はね涙を流すような時期ではないんですよ、ね、何ですか時期、まだ、いやいや、まだ時期ですね、泣いてあげたいとかね、うん、なんか惜しんであげたいとか思うんだけど、うん、なんかまだ優勝も決まってないからねあの日本一という意味でのですよね、まあ、あの現状ではね、はい、まだね今撮ってる段階では、うん、まあ、だけど温かいファンからね、はい、こういう動画もぜひ撮ってほしいっていうリクエストもあったし、うん、いやそれはあのねやっぱりそれなりの選手っていうのは大体話したこともあるし、うん、あの思い入れもあったから、はい、まあ、すぐいいよということでね。そうなんです、お前が泣きそうだね今回ね。いやいや、なんかね、いや、ドノウエ選手がドノウエ兄弟で、まあ、そうだな、すごい方だし、私が好きだった中日の時の若手の選手で入ってきてた時のドノウエ選手とかだったので、でもそう考えるとやっぱりその、ね、年齢とともに引退していく選手が、ね、絶対出てくるのかな、まあ、毎年だからな。そうなんですよ、いちいち俺も泣いてらんないんだよ涙が足りなくて
まあ、足りなくなっちゃう。そうなんですよね、うん、まあでも日本選手ともなんかこう性格いいしな、うん、中日のね、はい、屋台骨をこう支えるような、うん、まあ、そういう第二の人生であってほしいなと思うけどもね。そうですね、はい、まずはね日本選手お疲れ様でしたね。まあそうだな、はい、まあ、とりあえずはお疲れ様だよね。はい、はい。